おい、坊主ども。さっきからそっちの路地を覗き込んでいるようだが、何か用事でもあるのか？いや、用事っつうほどのもんでもないっすけど。ならやめておけ。跳ねっ返りどもが最近出入りしてるからな。巻き込まれたくなけりゃよそで遊ぶといい。兄貴。親父がお呼びです。そろそろ。おお、今行く。そんじゃ学生は学生らしく。んお前え？いや、忠告はしたぞ。学生らしくよそで遊びな。
と、すんません。やべ、こいつらは。まだしも、つうか下手に空を刺激したら。すみませんが、道を開けていただけますか。あまり素人の方に怪我をさせたくありません。もう一度言います、道を開けてください。ソラ、あんま刺激すんな。いいからここは俺に。よう、邪魔するぜ。あんたは先輩。面倒な場面に出くわしちまったらしい。やれやれ、秋のやつもいないらしいな。当てが外れた。お前らもとっとと帰るぞ。なんだ、文句あんのかよ。ほら行くぞ。ああ失礼します。無事に出られたか。すんません先輩、昨日に続いて。時坂っつったな。どういうつもりだ、あんな場所に一年坊を連れて首を突っ込んでるとは。いや、返す言葉もないっす。待ってください、私の方から頼んだんです。コウ先輩は止めたのに、私もう少しで騒ぎを大きくするところで。すげえ力だな。しかしやっぱり先輩もブレイズをいろいろ探ってるみたいっすね。一体どういう関係なんすか。今のブレイズのリーダーは秋広ってやつらしい。だがどうやら1年半前までは別の人間がリーダーだったようだ。カズマって人と。お前らには関係ねえ。とにかくこれ以上首を突っ込むのはやめておけ。さもなきゃそのうち取り返しのつかねえことに。あんたもだよ、シオさん。お前は。久しぶりじゃねえか、シオさん。最近何やらいろいろと嗅ぎ回ってるみてえだが、俺のブレイズに何か用でもあんのかよ。こいつが
復活したブレイズのリーダー。なんだかちょっと不気味ですね。用なんざあるに決まってるだろうが。一体お前らはブレイズは何をやっている。終わっちまった炎にわざわざ火をつけるどころか。最悪な代物に手を出して黒い炎へと変えやがった。答えろアキ、どういうつもりだ。懐かしい呼び名だ。だがもうあんたにはその名前で呼ばれたがね。負け犬のあんたにはな。タブレット、せっかくだからあんたに見せてやるよ。俺たち新生ブレイズにたぎるヒートってやつを。
するよ。そりゃ撃て。弾幕弾幕交代するぜ。なんか強そうなのがいる。ここだ。いやいや、とどめだ。いやはっ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 、ほらじゃ正解。ここだ。倒せたか。セイカー、ここだ。オラちゃん。お、宝箱だ。はっ。いや。貫け、オラちゃん。チェンジするよ。そりそり。船、弾幕弾幕。はい、それ。キャン。そり。グラム、インパクト。宝箱だ。はい。はっ。よ。よ。くらいなよ。交代する。来た。スイーパー。ここか。貫け。リング。行きます。はっ。はっ。ここは一気に駆け抜けるしか。はっ。はっ。やる。はっ。はっ。やる。それ。
宝箱だ。やっ、くらいなよ。はい、ぬるゲーだったね。交代するぜ。はっ、あれは。付き合ってなんとか急所にぶち当てて。先輩、お前ら、あれに素手でダメージを与えることはできません。俺らに任せてくれ。行きます。なんとかなったか。かなりの相手でしたけど。ざまあ見ろってね。寄りやがったのか。元に戻るわ。
ってきたか。って、ここは？記念公園の一角みたいですけど。なんで蓬莱町からここまで移動してるのさ。どうやら地脈の揺らぎの影響を受けたみたいね。出現座標の変化、そう珍しいことじゃないわ。そういうもんなのか。さてと、説明してもらおうか。さっきの場所に化け物ども、どうやら一通りのことをお前らは知っているらしい。洗いざらい喋ってもらおうか。高畑先輩。まあそうなるよね。疑問はわかりますが。ちょっと待て、ヒイラギ。イレイス。何のつもりだ。え、聞いてないのか。よくわからんが、力ずくのつもりはねえ。ただ俺は知りたいだけだ。秋広や他のメンバーに一体何が起きてるのか。ブレイズを束ねていた元リーダーの一人としてな。やっぱりそうだったんすか。ま、状況を考えたら予測はしてたけど。いいでしょう。必要最低限にはなりますが。異界か、それに怪異か。いきなりは信じられないかもしれませんが。ま、あの世界を目撃したらある程度は実感できるんじゃない。今回気になるとしたら、あの秋広ってやつが自分で異界化を起こしたことだ。ヒラギ、そんなことが可能なのか。可能性はゼロじゃないわ。ごく稀に異界に迷い込んだ人間がある種の力を手に入れることがある。それらは大抵の場合、異界の力に見入られて自らの破滅を招くケースが多い。ブレイズリーダー乾明宏、おそらく彼も例外じゃないわ。そいつを。あいつが噛み砕いたオレンジ色のタブレット。ブレイズが暴力事件を起こしたいくつかの現場で見つけたものよ。おそらく異界に関わる何らかの危険な素材を調合した薬物、異界ドラッグとでも言うべきものでしょう。異界ドラッグ。関わってるどころか真っ黒だったわけか。それだけ分かれば十分だ。ちょ、待ってくれ。この上まだ関わるつもりですか。昔の仲間が得体の知れないドラッグなんぞに関わっている、そんな話を聞いてケツまくったら、あいつに顔向けできねえからな。それって。教えてくれて助かった。
この借りはいずれ返す。お前らもあんまり無茶はするんじゃねえぞ。やれやれ、頑固っていうか体育会系極まれりっていうか。でもちょっと気持ちはわかるかも。私たちでなんとか力になれないんでしょうか。どうやらいろいろとこだわってるものがあるみたいだ。俺たちは俺たちで今は動くしかねえだろ。ええ、かなり状況も整理できたわ。明日はブレイズの動向も含めて今後の方針を固めましょう。